皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は機動戦士ガンダム戦場の絆2のファミ通紹介をしていきたいと思います。戦士たちの絆は新しい戦場へ。13年余りの歴史を誇るドームスクリーンによる戦術チーム対戦ゲームです。2006年に稼働開始したガンダムの1年戦争を舞台にドームスクリーンに乗り込んでパイロット気分を味わえる戦術チーム対戦ゲームです。まあ、それが戦場の絆だったんですよね。ビジュアル一新、6対6の絆バトルが展開します。では参戦機体を紹介します。ガンタンク、ジム、ザク2、シャア専用ザク2、ガンダムなどです。まあそうですね、あえて2にした理由というのがですね、まあ大切な部分は変わらないというメッセージを込めて、さらにパワーアップした製品を作りたいという思いから名付けられたそうです。これまでのプレイヤーが培ってきたテクニックなどはそのまま活かせるようにしたいとのことですね。今まで以上にタンクがやり込みがいのある機体となるように調整しているようです。こんなビジュアルになりますが、ゲーム内容はどうなっているんだろうという期待を膨らませていただきたいそうですね。戦場の絆1を遊んでくださっている皆様にはとにかく感謝しかないとのことです。進化したビジュアルにまずは注目してほしいとのことです。開発状況はまだ 30% のようです。ステージビジュアルも一新し、ビル崩壊などギミックも満載です。拠点破壊は戦場の絆の花です。 MS 撃敗以上の激しい攻防になります。まあそうですね、ガンダムシリーズはいろいろありますけど、まあこれはカプセルゲームっていうのが、まあこういうやつがゲームセンターなどにありましてね、まあ結構昔若干やってたような気がしますね。よくはやってませんけどね。まあこういうゲームがまあ結構人気だったりするんですよね。まるで本当にもう 4D ですかね。もう感覚があるような、なんかすごい科学の力ってすごいなって思いますね。まあとは言ってもまあポケモンでもサトシがよく言ってましたね。科学の力ってすげーみたいな。まあ本当科学の力ってすごいんですよね。まあそうですね、ガンダムシリーズをメインにキャラクターをメインにしたシナリオが展開するみたいな、そんな感じですかね。まあロボット系のやつでガンダムって SD ガンダムとか結構ありましたからね。まあそういうシリーズとは別の作品ということで、まあどういう差があるのかというのがいまいちわからないこともある私ですが、まあそんな感じで今回はこの辺で、機動戦士ガンダム戦場の絆2のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。